名古屋市営地下鉄上飯田線。上、飯田線は愛知県名古屋市北区の平安通り駅から道区の上飯田駅までを結ぶ名古屋市営地下鉄の路線。ラインカラーは桃色。営業キロ数は平安通りから上飯田間の全長わずか 0.8km しかなく日本で距離が最も短い地下鉄路線である。名古屋鉄道小牧線と上飯田犬山間で 相互直通運転を行っている。すべての駅で、マナコ、2011年2月11日に導入などの交通系 IC カード全国相互利用サービス対応カードが使用できる。上、飯田線は、平安通りから上飯田間の一駅間のみを結ぶ路線であるが、これによって、名鉄小牧線と名古屋市営地下鉄名城線の連絡を可能にしており、上、 飯田駅発着のバス路線の混雑感はとこ巻き、千円線地域名古屋都心部の鉄道による連絡を実現している。施設は第三セクターの上飯田連絡線株式会社が第三種鉄道事業者として保有している。同社は上飯田平安通り間だけでなく、安島大乗飯田間の施設も所有しているが、その区間は名古屋鉄道、名鉄の線区となっている。ただし、 上、飯田線内も同線において、第二種鉄道事業者である名古屋市交通局が運転業務を名古屋鉄道に委託しているため、同区間も名鉄の乗務員、犬山乗務区が当市乗務している。開業当初は名古屋市交通局が上、飯田線の一駅間のみを同局職員に乗務させる体制であったが、合理化のために1007年、平成19年度より、 運転業務を名古屋鉄道に委託し、同区間も名鉄乗務員、犬山乗務区に通し乗務させる方式となった。各駅に可動式ホーム柵、ホームドアが設置されているが、タスックは設置されておらず、ATC によって時速 25km まで減速した後、運転士が手動で停車させる方式をとっている。このため、ホームドアの幅が 扉幅プラス7 0 0、mm、トルと通常、扉幅プラス3 0 0、mm、トルよりも広く作られている。また、将来の輸送量増加を見込んでホームは2 0ル車、6両分1 3 0ル、現在は4両編成で運行で建設されている。上、飯田線には列車接近メロディは導入されていない。出発指示アイズブザーは平安通り駅のみに設置されている。 上、飯田駅は、名鉄の管轄になっているため、名鉄の出発承認アイズベルが設置してある。列車が駅を発車する前のドア閉めの際には、上、飯田線では直通する名鉄小牧線と同様に、車載の乗降促進メロディが流される。また、LED 式旅客案内装置は両駅に設置されているが、上、飯田駅の LED 式旅客案内装置は、名鉄仕様となっている。 上、飯田線を経由して、地下鉄名城線平安通り駅、四賀本通り駅、黒川駅、大曽根駅、名古屋ドーム前、矢田駅のいずれかの駅と、名鉄小牧線の安島駅、安吉駅のいずれかの駅の相互間を利用する場合、運賃に連絡特定割引の適用を受けることができる。ほぼ全列車が、名鉄小牧線と直通運転しているが、 平安通り0時28分発の最終列車上、飯田駅と、上、飯田5時35分発の、平安通り駅始発列車は、地下鉄線内のみの運行である。なお、名鉄小牧線が事故、または、気象災害等で、運転休止の場合、上、飯田駅で折り返し運転となる。昼間は、小牧線犬山駅発着列車のみだが、朝夕には、同線小牧駅折り返し列車がある。 また、ワンマン運転を行っている。当線では、大晦日から元日にかけての終夜運転は行わない。上、飯田線及び名鉄小牧線で運用している7000、名鉄3 0 0系はべて日本車両製造制で、東山線以外の名古屋市営地下鉄の他の路線では、2015年8月までは、東山線でも日立製作所製の車両を持っているが、上、 飯田線は名古屋市営地下鉄の路線で唯一開業時から一貫して日立製作所製の車両は走っていない。上、飯田線用の車庫はないため車両整備は名鉄に委託して犬山検査場で行っている。ただし書類上における自局車両の所属先は鶴舞線や桜通線の車両と同様に日清工場となっている。 名古屋市営地下鉄上飯田線の年度別の輸送実績を下表に記す。表中、最高値を赤色で、最低値を緑色で表記している。名鉄小牧線から名古屋市の中心部へは上、飯田駅で名古屋市電を成り通線に乗り換えれば、鉄道での連絡ができたが、1971年、昭和46年の同志電の廃止後は、鉄道での連絡手段がなくなってしまった。 名鉄小牧線の上、飯田駅と地下鉄名城線平安通り駅を鉄道で連絡し、その不便を解消するため、上飯田連絡線株式会社が設立され、同社により当線は建設され、2003年、平成15年3月27日に開業した。上飯田線のうち平安通りから上飯田間は路線連絡の必要性の高さから先行開業したが、 1992年、平成4年の運輸政策審議会第12号答申、名古屋県における高速鉄道を中心とする交通網の整備にする基本計画についてによれば、将来は桜通線高岳駅及び東山線新栄町駅を経て、名古屋市中区の丸田町交差点付近まで延長する計画となっていた。丸田町付近では、 同じく前期通信で計画されている東武線及び金山線と接続する計画もあった。しかし、開通前と比べて愛知県や名古屋市などの周辺自治体の関心が乏しく、また人口増加が望めない社会情勢だけでなく、名古屋市も桜通線の徳繁駅までの延伸開業以降は新規の路線開設並び延伸を行わないと表明しており、実現は困難となっている。 駅番号順に記述全駅名古屋市北区に所在楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。